美香です。今回は小顔になる体操をお伝えします。ぽっちゃり顔の原因、それはズバリ骨盤の歪みです。東洋医学では顔と骨盤は互いに相関関係があると言われています。なのであなたの骨盤を整えること、これが解決策です。それでは今から3つの動きで説明していきます。はい、それでは1つ目です。仰向けになっていきます。仰向けになったら両膝を立てて足は大きく開いておきましょう。それではやってみます。はい、それでは動きの2つ目です。両方の膝頭を息を吸いながらゆっくりと内側に寄せていきます。そして息を吸い切ったらそこで3秒間呼吸を止めます。ではやってみます。1、2、3と呼吸を止めます。はい、それでは動きの3つ目です。ゆっくりと息を吐きながら体を緩めていきます。そして目をつむって10秒間リラックスした呼吸を続けていって終わります。では早速やっていきます。ここで10秒数えてリラックスです。はい、10秒経ちました。そこからゆっくりと横向きから起き上がります。動きは以上になります。はい、今お伝えしました3つの動き、この動きを1セットとしてあなたのペースで1日2回から3回行ってくださいね。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて繰り返し実践していってください。この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。